電話対応は簡単ではありません。かなりたくさんのことを上手にこなさなければなりません。電話セールスを確実に成功させるためにあなたができることがいくつかあります。一緒に見ていきましょう。自分が話すより相手の話を聞きましょう。お客様に一方的に喋り続けてはいけません。お客様が誰で何を望んでいるのかを理解するために彼らの話を聞きましょう。これができればあなたはもはや販売員ではなく信頼されるアドバイザーです。あなたの話をお客様が聞いているかだけではなく理解しているかどうかも確認しましょう。明確にはっきりと話しましょう。あなたが説明していることをお客様に聞き逃してほしくないですよね。会話の詳細までメモを取りましょう。詳細が書かれていて読んで分かりやすいメモを取る必要があります。お客様の言ったことを書くだけではなく相手に尋ねた質問も書いてください。そのメモは10年後でも読み返すことができて読んだら昨日の会話のように感じることができるものがあるべきです。電話をかける部屋の音響を整備しましょう。周囲の騒音はあなたの敵です。電話をする部屋の音響設備をし雑音を完全にシャットアウトしてください。お客様にはあなたの声だけが聞こえるようにしましょう。楽しみましょう。笑顔で会話を楽しむことを忘れないでください。いいですか？聞き間違いではないですよ。笑ってください。お客様にはあなたが笑顔でいることが声からちゃんとわかるのです。あなたがハッピーでワクワクした気分でいることはあなた自身が良い時間を過ごせるためだけではありません。あなたのお客様にも楽しんでもらえるよう気を配りましょう。おさらいします。覚えてください。自分が話すより相手の話を聞く。明瞭にはっきりと話す。会話の細部までメモを取る。電話をする部屋の音響を整える。楽しむ。